Git は、プログラムのソースコードなどの変更履歴を記録、追跡するための分散型バージョン管理システムである。Linux カーネルのソースコード管理に用いるために、l i n ストーバ r ズによって開発され、それ以降他の多くのプロジェクトで採用されている。Linux カーネルのような巨大プロジェクトにも、対応できるように、動作速度に重点が置かれている。現在のメンテナは、浜の順で、 2005年7月から担当している。Git では各ユーザーのワーキングディレクトリに全履歴を含んだリポジトリの完全な複製が作られる。従ってネットワークにアクセスできないなどの理由で中心リポジトリにアクセスできない環境でも履歴の調査や変更の記録といったほとんどの作業を行うことができる。これが分散型と呼ばれる理由である。 Linux カーネルの開発では、Linux カーネルメーリングリストに投稿される多数のパッチをメンテナーたちがソースコードに適用するという形式が採用されている。これらの作業を効率的に行うため、当初はビットキーパーというバージョン管理システムを用いていたが、このソフトウェアは商用ソフトウェアであった。この状況を快く思わない人々がビットキーパーのクローンを実装したことから、 この環境が使えなくなってしまい、その代替として2005年に Git が開発された。Linux カーネルの開発では、巨大なソースコードの集合を扱うため、変更点の抽出やリポジトリ操作ができる限り、高速にできる必要がある。他の様々なバージョン管理システムを当たったが、満足のいくものがなかったため、Git では、このような問題もできる限り解決できるよう、 いくつかのアイデアが導入されている。Git は分散型のソースコード管理システムであるため、リモートサーバー等にある中心リポジトリの完全なコピーを手元に作成して、そのローカルリポジトリを使って作業を行う。一般的な開発スタイルでは大雑把に言えば以下のようなステップの繰り返しで作業が行われるリモートサーバー等にある中心リポジトリをローカルに複製する。ローカルで コンテンツの修正、追加、削除を行い、ローカルリポジトリに変更履歴を記録する。必要に応じて、過去の状態の閲覧や復元などを行う。場合によってはこのステップを何度か繰り返す。ローカルの変更内容を中心リポジトリに反映させる。作業者ごとの変更内容が衝突することもある。Git が自動で解決できる場合もあれば、手動での解決。 ギットマージが必要なこともある。更新された中心リポジトリをローカルの複製にも反映する。これにより、ローカル環境のコードも最新の内容になるので、改めてステップ2の作業を行う。リポジトリ間の通信では以下のプロトコルが使用できる。以前はシンクも使用できたが2.8例で廃止された。ギットの設計はビットキーパーとモノトーンが元になっている。 元々の Git はローレベルなエンジンとして設計されていたが、これは他の開発者がコギトやストジェットのようなフロントエンドを容易に開発できるようにすることを目的としていた。現在では Git のコア自体もユーザーから直接利用できるようになっている。Git の設計には、リーナスが大規模プロジェクトのメンテナンスを行った経験やファイルシステムのパフォーマンスに関する深い知識、 また実用性のあるシステムを短期間に作成しなければならないという差し迫った必要性が反映されている。これらの影響は以下のような形で実装に現れている。Git の特徴の一つとしてディレクトリツリーに対するスナップショットを作成する点が挙げられる。初期のバージョン管理システムでは個々のファイルを処理の対象としており直近のバージョンに対して 差分符号化を行うことで、リポジトリのサイズを縮小することに、機能の重点が置かれていた。以降のバージョン管理システムでも、このプロジェクト内の複数バージョンにまたがって一つのファイルを追跡できるという概念が継承されていた。一方、Git ではこのコンセプトを使用していない。その結果として、Git はソースコードツリー中のファイルのリビジョン間の関係性を記録しなくなっている。 これにより、Git は以下のような特徴を持つようになっている。リポジトリの保存方法については批判もある。Git は以下のマージアルゴリズムを実装している。アルゴリズムはマージ時に選択することができる。リーナストーバルズによれば、英語のスラングとして Git には和歌、マヌケといった類の意味がある。この字逆ネタはもちろん皮肉で、これはリーナスが、 Linux の名前を決める際に自身の名前にちなんだ名前を付けるよう強要されたことから来ている。Git のオフィシャルサイトのウィキでは Git という名前に対して他にもいくつかの解釈がなされている。例としてはグローバルインフォメーショントラッカーなどが挙げられる。Git の開発は Linux カーネルの開発者の多くがビットキッパーの システムに対するアクセスを禁止されたことに端を発している。これは、アンドリュー・トリジェルがプロプライタリなソフトウェアである、ビットキーパーのプロトコルをリバースエンジニアリングしたことに対し、ビットキーパーの著作者であるラリー・マクボイがこれをライセンス違反であるとして、ビットキーパーの無料提供を止めたためである。リナ<タ>ックス・カンフ・ AU2005 のキーノートにおいて、 トリジェルはこのリバースエンジニアリングの手順について説明を行ったが内容はビットキーパーのサーバの適切なポートにテルネットでアクセスしヘルプとタイプするだけという単純なものだった。リーナスはビットキーパーと同じように使える分散型バージョン管理システムを探していたが無料のシステムで彼の要求に適合するものは見つからなかった。 リーナスが書いたメールによると2005年4月7日頃に最初のプロトタイプを作成していたようである。リーナスは以下のような原則に基づいて設計を行っている。CVS を悪い見本とする。設計上のことで確信が持てない場合は CVS と逆の決断をする。リーナスは冗談めかして以下のように語っている。分散型の ビットキッパーのようなワークフローをサポートするデータ破壊に対する強力な抑止機能データ破壊は偶然によるものと意図的なものの両方を想定している非常に高い処理速度最初の3つの条件によって既存のバージョン管理システムはモノトームを除きすべて線に漏れてしまい4つ目の条件で該当するものがなくなってしまったそのため リナックスカーネル 2.612RC2 のリリース直後に D ーナスは自分で開発を始めた Git の開発は2005年4月3日に開始されたプロジェクトとしてのアナウンスは4月6日に行われ4月7日にはセルフホスティングされるようになった4月18日には複数のブランチからのマージが最初に行われた4月29日には リーナスの目標としていた処理速度が実現された。リナックスのカーネルリーにパッチを当てるベンチマークで、初期の Git では毎秒6.7個のパッチを処理している。6月6日には Git によるリナックスカーネル2.6、12のリリースが行われた。ビットキーパーからの影響で、リーナスは従来と同じようなアプローチを意図的に避けており、結果として Git は、 非常にユニークな設計になっている。技術に長けたユーザーが Git を利用できるようになるレベルまではリーナスが開発を行っており、その後、2005年6月26日にはプロジェクトへの主要な貢献者であった浜野順にメンテナンスが引き継がれた。浜野は2005年12月21日にバージョン1.0のリリースを行い、2021年5月、 現在も彼がメンテナンスを行っている。ソフトウェア開発における Git ブランチの作成、更新モデルをブランチモデルと呼ぶ。GitHub f l はブランチモデルの一種である。GitHub f l の方針はマスターブランチは常にデプロイ可能である。コードの変更を行う際にはトピックを名称とするブランチをマスターからホークする。マージーを含め他社からの意見募集。 レビューを行う際には、プルリクエストを用いる。プルリクエスト時に自動化テストを行うことで、マージの安全性を確保し、マスターが常に正常イコールデプロイ可能に保たれる。GitHub フローが有効な分野は、継続的デリバリー、継続的デプロイメントが有効な分野、例えば、ウェブサービスが挙げられる。2011年の提唱時と比較して、GitHub 社では、 モデルの一部を変更している。オリジナルの GitHub ーでは更新がマスターへマージされ、そこからデプロイされる。GitHub 社ではデビュー後のトピックブランチが最終テストとしてプロダクション環境へデプロイされる。そこで問題がないと確認された後にマスターへマージされている。このモデル変更により CI で判明しなかったバグが発生した場合に、 マスターのリバートコミットではなくマスターの再デプロイで対応できる。Git はブランチのマージに対応している。マージが行われるとマージコミットが生成される。コンフリクトが発生しない場合、Git マージがマージコミットを自動生成する。コンフリクトが発生した場合、まず安全な範囲がマージされ、インデックスとワーキングツリーが更新される。自動マージできないコンフリクト部は、 ワーキングツリーに特定の記法で両方の変更が併記された状態になる。ユーザーによるコンフリクト修正後 Git add を行い Git commit あるいは Git merge continue を行って初めてマージコミットが生成される。マージコミットの実態は2つ以上のペアレント属性を持つただのコミットオブジェクトである。通常のコミットオブジェクトと同様に変更後ファイルセットが ツリーに記録され、更新の元となっているコミットが、ペアレントに設定されているだけである。ABCDEGIT マージ GIT2020 年11月1日、閲覧。ありがとうございます。